事実を知るための AI テレビオプエド、本日はゲストに経済学者の田代秀俊さんをお招きし、元 NHK ヨーロッパ総局長の大貫康夫さんを解説員に、ナビゲーターの私井田茜が AI スタジオ消灯から生放送でお届けしています。まずニュース一つ目、岸田総理、自民党若手議員の不適切会合に初コメントです。大貫さん、こちらいかがでしょうか。なんていうか、開拓地が塞がらないっていう感じですけどね。青年局っていうのは結構次のまあ自民党の政治家を育てるっていう意味でも大事な局ですよね。で、青年局長というのは、まあ、自民党内の次の指導者に入る、登竜門とも言われるんですけど、そこでね、こういうことしかできないっていうところは、ちょっと驚いたんですけど、まあ、驚いたっていうか、今の自民党の体質をいろいろ今問われてきて、それを考えると、まあ、こんなことなんだろうなって思ってしまうくらいにひどいんですけど、主催者のね、県会議員が、ダイバーシティのことを言ってましたけど、ダイバーシティでね、この女性、もちろん、職業に規制はないんですけど、あのような人たちを招くのであればですね、やっぱりシングルマザーとかね、本当に子育てに苦労している人たちを呼んで、そこで話を聞くとか、そういうことだったら分かりますよ。でもね、呼ぶについてね、これはまあ二次会だったそうなんですけど、おそらく二次会の方がお金かかってるんでしょうけど、これはね、まあなんともバカバカしいの一言なんですけど、これをね、自民党内からね、批判の声が上がらないんですね。まあ、前に問題になった女性局もありますけど、女性議員たちからの批判の声が上がってない。不思議な感じなんですけど、ね、その女性局長は、パリでね、エッフェル塔の前で、なんかね、遊びが無理に写真撮ってたんだけど、それが問題じゃん。それ以上にね、自分の娘を連れて行ってんですよね。そうした公私混同なんですよ。で、ああいうところでね、エッフェル塔の前での浮かれた写真というのは、公私混同のあれが現れてるんですよ、その写真に。で、今回 の, 自民党の、まあ、青年局長のあれもね、やはり公私混同がね、こういった形で出てきてるんですよ。自分たちは何をやる職業なのかということ、全く分かってないんですよね。こちらの声は、はい、聞こえますか。聞こえました。大丈夫です。はい、今、大貫先生がおっしゃった通りなんですよね。で、私がすごく危惧するのは、実は日本の戦前の政党政治がどうして崩壊したかというと、もうそれはスキャンダルと腐敗、汚職なんですよね。特にもうその二大政党が相手の政党をまあ貶めるためにスキャンダルを探してきてぶつけるわけですね。やられた方はまたそれを報復してやると。だからもう国民から見ると、政党政治家っていうのはもうそのいつもスキャンダルを抱えて、でしかもこう業者から金を取ってっていう、もう腐敗しきったものに見えたわけです。だから226で簡単に軍部が権力を奪取できたんですよね。で、そういうことを自民党は特にその世襲政治家がたくさんいるわけですよね。中にはもう3代4代と政治家の家系があるわけですから、それは偉大なご先祖からそういう日本の負の歴史というのをですね、もう身をもって経験した方が伝えてるんじゃないかと期待するんだけど、全くその気配がないですよね。もう本当にこれも戦前のその政党政治が崩壊していくプロセスの、なんかもうもう一回再放送、リメイクして再放送しているような、そういう状態です。自民党裏金事件、キックバック課税なしへ、こちら田代さんいかがでしょうか。いや、今はもう申し上げたとの延長で、もうこうなっていくと本当にもう国民からすれば、まあ、一般庶民からすればですね、もう政党政治なんてのはなくてもいいと。と思っても知らないですよね。で、本当にこう、何かね、もう自分こそがもう日本を独裁していい国にするということを言い出して、それに、その警察、自衛隊の一部が同調したとき、一体どうするんだろうと、果たしてそれを止める力が今の政党制にあるんだろうかということを、改めて思い知らされますよね。ちょうど今から23年前、森嶋通という大変偉大な経済学者が、
日本は没落するという本を書きになってるんですけど、その中ではっきりと、もはや日本の政治家にとって政治家は金が全てであると、はっきりおっしゃって書いてますよね。事態はもうそれをはるかに超えてしまっていて、政治を金そのものに変えてるわけですよ。これは本当にもう、もう本当に鳥肌立つ、背筋が凍る事態だと思います。ガザのラマダンに平和なし、死者3万人超え、こちら大貫さん、いかがでしょうか。私はイスラエルにもパレスチナから出てきている両方に、あるいはアメリカのにもドイツにもユダヤ人が双方、パレスチナ人とユダヤ人の双方友人がおりますが、彼らはほとんど声には何も言ってないんですけど、この今のネタニヤフ政権というのは、オスロ合意の、当時アメリカのクリントン大統領が、ノルウェー政府の成果を、横取りしたような形で仲介に入ってオスロ合意をまとめましたけど、それのあれを完全に本州葬り去ろうとしたのはイスラエルの右翼、特に有色者を中心とした過激派で、イスラエルのラビン首相を暗殺したり、あるいは一方でパレスチナのやはり過激派がアラファト当時の議長にね、それ以上のあれを交渉するのか、脅迫して脅して阻んでいるということがあるんですが、双方本当に過激派が互いの社会を牛耳るようになると非常に危ないんですね。それで今回のあれは特にアメリカの責任が大きいと思うんですけど。大変残念な結果だったわけですけれど、ロケット開発っていうのは、もう含めてですね、こういう先端の的なことをしようと思えば、こういう失敗っていうのはですね、それは当たり前なんですよ。で、それをどうの、失敗が起きることをですね、責めても仕方ないし、責任者を出すんじゃなくて、どうやってこの失敗をですね、教訓として学習し、次に生かしていくかということを考えなきゃいけないんですけど、いう日本はなんていうかな、原点主義の人事システムなんですよね。特に日本の大企業は、入った時には新入社員全員100点満点で、そこから何かやっていくと、だん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 減点されて、減点の一番少ない人が社長になるというシステムなんですよ。だから、一番いいのはもう前例踏襲。新しいことは何もしない。そうすれば自分には責任はないと。そうすると減点を免れていくという形になって。そうなるとですね、こういうロケット開発とか、あるいは半導体の開発とかですね、人工知能の開発の一番しにくい社会なんですね。もうそういうことってのはほとんど失敗の山なんですよ。で、それをどうその失敗を貴重なデータとして生かして、日経平均株価がバブル期の最高値を更新したからといって、はい。別に今バブル期が再現してるわけじゃないわけです。そういうですね、終わってしまった夢をですね、田代さん、大貫さん、ありがとうございました。以上、今日のオップエイトでした。